ヒメウイ教はセリカヒメウイ教族の二年層である。別名はキャラウェイ、カラム。原産地は西アジア、ヨーロッパとされる。種子のように見える果実が香辛料として用いられている。輪廻の植物の種で記載された植物の一つである。同じセリカノイノンドもヒメウイ教と呼ばれる。フェニキア人の手によってヨーロッパ中に広められた。キャラウェイの名は アラビア人がと呼んだことに由来する。草丈は30から60センチメートルに達する、総本。茎は直立し、レース状の人参に似た羽生の葉がつく。2年目の終わりに、小さな単緑色の花が、三型果女につき、その後に、濃い茶色で、薄茶色の筋が入った、長さ3ミリメートル程度の三日月型の果実がつく。古代から香辛料として使われ、 ヨーロッパでは中世から栽培されている。中世ではキャラウェイには人や物を引き留めたり結びつけたりする力があると信じられ、その種子を入れておいた品物は盗難に遭うことはなかったという。また、その実は惚れ薬の材料としても用いられていた。キャラウェイシードの名で流通している種子は甘い香りとほろ苦い味、プチプチとした食感が特徴。 外観がクミンと、そっくりなので混同されやすい。料理店などで口直しに、単体で供されることもある。若葉はパセリに似た味で、生食や飾り付けに使われ、根も、ニンジンやパースニップのように食べられる。中央ヨーロッパ、ユダヤ料理でよく使われ、パン、ソーセージ、スープ、ケーキ、ビスケット、焼きリンゴ、卵料理、チーズ、キャベツ料理、フルーツを使った。 デザートなどの味付けに用いられるがキャラウェイには人や物を引き止めたり結びつけたりする力があると信じられ、その種子を入れておいた品物は盗難に遭うことはなかったという。また、その実は惚れ薬の材料としても用いられていた。カレーにも時折使われる。特にキャベツとの相性が良く、ザワークラウトには欠かせないスパイスとされている。また、ドイツでは、 リキュールの材料として用いられ、シルバーブリッド等のカクテルに用いられる。イタリアのリキュール、カンパリのフレーバーとしても知られている。香りの主成分は、エルカルボントリモネンである。種から採取した精油は、権威、工夫の効果があり、腹板や、気管支援に良いと言われ、うがや、口内洗浄にも使われる。インドの伝統的医学、アーユルベーダでは、興奮。 刺激の作用があるとされている。米倉康ラ高等植物分類表北流館、2010年、13。ISBN 978から4から832608382。AB 米倉康ラ工事、カジタタダシ。カルムカービー L。BG プランツワミョオ学名インデックス。2012年7月29日閲覧。ABCDFGHI 等。 野口監修成分同振興者編 2013p48 リンネウスカロルススピーシーズプランターラムホルミアストックホルムラウレンティウスソルビアス p263https コロンスラッシュスラッシュ www.biodivrsitylibrary.org スラッシュページスラッシュ358282イノンド 薬の博物館、映材、2019年8月28日閲覧、バーバラ・サンティッチ、ジェフ・ブライアント監修、山本のり用寛役、世界の食用植物文化図鑑ヒイラギ風、社、2010年、P280、ISBN 978から49億35 353万352、青山スパイスクラブ、簡単スパイス40同文書院、 1996年、ピアニッシも20から21。ISBN 978から48億1037万3462。ありがとうございます。